今のロドスの軟弱なやり方では我ら王の杖の足を引っ張るだけですわ。私は勝った。ただの傭兵だ。オリパシーを患ったので、ここで働く代わりに治療をお願いしたい。この刀はきっと役に立つ場面があるはず。というわけでよろしくね。会得できない言語や理解できないアーツなどこの世に存在しません。当然でしょ。え、私が特別なだけ？
機嫌いかが？すぐに出発して、なるべく早く戻ってきましょう。逃げるがいい。死ぬよりは、腰抜けと呼ばれる方がまだマシだろうからな。一気に型をつける。貴様の生死は私が決める。サリナさん、これは最後の忠告です。寮の足を縛ったところで飛べはしません。影のようにしました。手加減はしませんよ。ショックなき夜にとどまりなさい。行くよ。油断したらダメだよ。水場の清掃なら得意だよ。ショックなき夜にとどまりなさい。ロック18号、アタックシーケンス起動。陰にこだわる必要はありません。血を紡ぐのが思いなのです。この声は泣いている。消火器噴射します。
もう気にしないで。後始末も工事の仕事に含まれてるからね。修復と補強は私に任せときなさい。大丈夫だよ、ドクターちゃん。あら、ご機嫌いかが？